皆さんこんにちは、みやびです。今日は我が家の寒い季節、元気に過ごすためのモーニングルーティーンをご紹介したいと思います。寒いと朝の準備も大変なので、ベッドから出る前にスリッパを履いて、部屋着も着て暖かくしてからリビングに向かいます。リビングは起床時間に合わせて床暖と加湿器のタイマーを入れているので、すでに部屋もほんわか暖かい状態です。ベランダ菜園が趣味なので、こんな感じでちょっとイチゴをチェックしたり水やりをしたりしています。暖かい季節は寝起きの良かった息子も最近はなかなか起きられないようなので、ソファーに下ろして毛布で包んでます。いつもこんな感じでここでもこもこ潜ってますね。ここでパパになでなでされたり歯磨きしてもらったりして、徐々に起きるのが最近の定番です。その間に私はスキンケアをします。最近は肌の調子がいいので、与えすぎずアイテムを絞って簡単に済ませてます。このタイミングで日焼け止めまで塗っちゃいます。今日は前日に焼いておいたどら焼きの生地にあんこを入れて朝ごはんにしようと思います。甘くておやつみたいな朝ごはんは夫も息子も大好物でたくさん食べてくれます。実はこちらの生地には59種類もの栄養素が含まれたユーグレナの粉末を混ぜ込んでおります。ユーグレナは植物だけではなく、魚や肉が持つ栄養素も含まれているので、バランスよく栄養を取ることができます。こんな感じで粗熱を取ります。同じモルイだと以前スピルリナを飲んでいたんですけれども、その時味とか香りがちょっと独特で続かなくって、ユーグレナも警戒してたんですが全く別物でした。味に癖がなく、匂いも薄い抹茶くらいなので、何にでもバレずに混ぜやすいです。好き嫌いが多くて小食な息子に少しでも栄養をとってもらいたくて、いろいろ混ぜ込んでおります。最近あと冷蔵庫の隙間にランチョンマットの収納ケース入れたんですよ。これ便利で良かったです。朝ごはん完成です。息子はイチゴ大好きなので多めにして、夫はフルーツ苦手なのでヨーグルトだけです。なので息子の朝ごはんが一番豪華ですね。パパに教えて。このどら焼きだけではユーグレナ1日量に満たないので、夫は食後に粒タイプの方を4錠飲んでおります。錠剤の方は限りなく無味無臭なのでストレスフリーで、いろいろ食べれない我が家にはぴったりです。で、服は前日に2パターン用意しておいて、その日の気分で決めてます。息子は悩んだ末、ショベルカーのニットにするみたいです。服が決まったら簡単にヘアセットとメイクをします。この日は子供の送り迎え以外予定が何にもないので簡単バージョンです。マスクから出てる部分だけツヤっぽくしたいので、リキッドコンシーラーを使ってマスクの中はパウダーだけで仕上げてます。これだと蒸れた時も崩れなくて快適です。ツヤっぽく見せたいので、頬の高い位置には練りのハイライトも少し入れてます。でね、ここでパパにいってらっしゃいしてますね。で、髪は最近もうニットとダウンで静電気がすごいので、お団子で簡単にまとめていることが多いです。顔周りの髪だけはちょっとワックスで整えて、まあ、マスクでね見えないんですけど、チークはなんとなく塗ってます。はい、こんな感じで完成したので送ってまいります。みんなまたね、バイバイ。
無事帰ってきました。手を洗ったら温かい抹茶ラテで一息と見せかけて夕暮れのラテを作っております。牛乳はもちろん豆乳やアーモンドミルクにも合うので、私はお湯で溶かした生蜂蜜とアーモンドミルクで甘めにして飲んでいます。はい、今日はこのような感じで我が家のまったりな朝をご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介させていただいた夕暮れなはこちら、体に夕暮れなという商品です。まず夕暮れなとは何かと言いますと、和名ミドリムシというと少し聞きなじみがありますね。ワカメと同じ藻の仲間です。このミドリムシなんですが、不思議なことに自分で動ける藻なので、植物と動物のちょうど間のような生き物なんです。なので栄養素も魚や肉に入っているようなものから植物に入っているようなものまで、バランスよく59種類も入っていて、さらに細胞壁もないので吸収もすごくいいです。こんないろんな栄養も入ってて吸収もいいなんて、もう食べられるために存在してるのかなっていうぐらい都合のいい生き物なんですよ。で、この体に夕暮れなという商品は、良質な石垣島の夕暮れなに加えて、有機大麦若葉や乳酸菌もブレンドして、さらに栄養バランスを強化した商品になっております。もう栄養表記見るとびっくりしちゃうぐらい何でも入っていて、私が普段バラバラに飲んでいるようなものがこれ一つに集約されていたんですよ。そしてこれは特に皆さんにお伝えしたいと思ったポイントが2つあります。こちら夕暮れなの売り上げの一部で、バングラディッシュの子供たちに夕暮れな入りのクッキーが届けられております。先ほどもお話した通り、夕暮れなはバランスよく栄養素が取れるので食料支援にぴったりなんですね。現在夕暮れなさんではすでに週に5回約1万人の子どもたちに配布しているんですが、バングラディッシュは日本の3倍の人口密度なので、これを1日100万食配布することを目標に掲げていらっしゃいます。そしてもう一つ、夕暮れなさんではバイオ燃料サステオの開発をされています。こちらニュースでも聞いたことがある方いらっしゃるかもしれないんですが、サステオは使用済みの食用油と微細モルユーグレナ等を原料に使用しております。サステオは燃料の燃焼段階では CO2 を排出しますが、使用済みの食用油の原材料である植物も微細モルユーグレナも成長過程で光合成によって CO2 を吸収するため、燃料を使用した際の CO2 の排出量が実質的にはプラスマイナスゼロになるカーボンニュートラルの実現に貢献すると期待されています。私自身世界を変えられるような、こう大きなことを成し遂げられるような人間ではないんですが、こうして活動してくれてる企業に消費者の一人として関わったり、微力ではありますがこうして YouTube でお話しさせていただくことによって皆さんの目を向けていただくきっかけとなればいいなと思って今回お話しさせていただきました。普段海外のオーガニック製品個人輸入していたりすると、こういった社会貢献や問題解決意識の高い企業さんたくさんあるなと思うんですけれども、なかなかまだ日本のスーパーで同じようなものを見かけるかっていうとまだそうではないので、こういった広い視野を持って問題解決に取り組んでくれてる企業を消費者の一人としてもっと応援したいなと思っております。長くなってしまいましたが、今回こういった気持ちで動画作りさせていただきました。美容や健康にご興味ある方、一つでいろいろまるっと済ませたいわっていう方、あとはビーガン食で足りてない栄養素を補いたいわっていう方にもおすすめの商品になっております。まずはお試し7日間980円のセットございますので、ご自身の体調や生活習慣との相性をチェックしてみてください。今日も最後までご視聴くださりましてありがとうございます。今日も楽しんでいただけた方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。